一人パパシェナ。皆さんこんにちは、二人パパのミッツンです。今週の動画は北欧の中でも貴重で森の宝石とも呼ばれるとあるベリーをご紹介します。息子くんが蚊の大群に負けじとたくさん摘んできてくれたベリーでジャムを作り、スウェーデン流のパンケーキと一緒に食べたいと思います。もちろんそのレシピもありますよ。日本ではなかなか見ることのできない珍しいベリー、そのお味はいかに。7月下旬、一足早く夏休みに入ったリカパッパが息子くんを連れて北極圏内のサマーハウスへ行き帰ってきたところです。お土産はこれ。これなんていうの？ヒュットロン。これスウェーデンではヒュットロンと呼ばれるベリー。栽培が難しいため野生で摘むしかなく、シーズンは7月終わりから8月初めと短く、非常に貴重で高価なベリーとなっています。この前スーパーで見かけたんですけど、この量で1800円。しかも湿地帯に生えているので、何百万もの蚊に襲われながら摘まなければいけないということで、非常に貴重で高価なベリー、森の宝石、森の金とも呼ばれるほど。ということでこちらがその様子。Har du fått stora bär på titta? Ja. Är det någon mygg? Ja. Va? Men vad har du för någon mössa på dig? En myggmössa. Ja, hjälper den då? Ta den bort myggen. いや、めっちゃ刺されてますよ、指。これ、シュール。これでシュール作る？うん。ということで、これを使ってジャムを作ることにしたんですが、その前に大切な仕事。シュールもあるんだな。レンサといってベリーのお掃除。くっついた草や虫を取り除いてきれいにします。おいとして、うすごい上手に分けるね。その時一生懸命働く二人のそばに黒い影が。私は食べていい？食べてないよ、食べてないよ、食べてないよ。食べた顔した？おかしいな、食べてないけどな。こんなたくさん？すごい。僕らの場合、摘んだベリーはほとんど冷凍保存するんですが、形の綺麗なものはバットに並べたまま冷凍してケーキのデコレーションなどに使えるようにします。形の悪いものや潰れてしまったものはシルト用です。シュール。今シュールってやるよ。今シュール作る？シュール。ということで、ここからはシルト作りです。二人パパ。ヒュットロン。ちょっと難しいね、言い方がね。クラウドベリーっていうね。なんだ？クラウドは雲っていう意味ね。雲みたいな形でしょ？うん。もくもくこうって、雲がもくもくもくってこう出てくるみたい。だから、英語ではクラウドベリーっていう。日本語だと、ヤパンスカだとなんていうか知ってる？さあ、ここで問題です。このクラウドベリー、日本語ではなんて言うでしょうか。ということで3択です。1、キーグムイチゴ、黄色い雲のようだから。2、ホロムイチゴ、日本では北海道のホロムイというところで発見されたから。3、宝冠イチゴ、宝石が散りばめられた王冠のようだから。さて、次の3つのうちどれでしょうか。何何？違うよ、ムッシュムッシュじゃなくて。じゃあ正解は？ということで正解は動画の最後に発表しますのでお楽しみに。いちご？これいちごじゃないね。まあでも日本だってトラとオレンジも。いちごは何色？赤だね。赤くないのにいちごだなんて変なのって思った息子くんでした。二人パパ言いましたよ。うん。でどうやってしてる？お砂糖と混ぜます。ということでお砂糖を取り出した息子くんですが、スウェーデンのジャムは一般的に2つに分けられます。一つはお砂糖の割合が少なめのシルト、もう一つはお砂糖が多く保存向きのマルメラード。ベリーの時はだいたいシルトにすることが多くて今日もそうします。ちょっと待って、でも何がいるんだった？でも何かさ、測る時必要でしょ？うん。それ？そう、測りが必要だね。息子くん、調理器具の場所だいぶ覚えてきてるみたい。シルトの作り方は至って簡単。まずはベリーの分量を測って、砂糖はその半分の量、鍋に一緒に入れます。砂糖が溶けるまでの時間を使ってシルトを入れる器の煮沸消毒をします。それってタッドの中に入れる？そうだよ。
これは暑いから気をつけて。なんで？バイキンマンがいなくなるために。汁といきます。中火にかけて沸騰してからは10分で完成。あまりグツグツ煮る必要はないみたい。ね、ヘッドロンってあまり長くやらなくていいんだね。中火ぐらいかな。痛いよ、そんなことしたら。わきゃんのこと愛してたかな。何、僕ってパパのことが好きだからそうやって痛いことするの？やだ。リカパパも様子を見に来てくれたのですが、この後ミツパパまたやらかします。せっかくのジュースが。やっちまったことはしょうがない、次に進みましょう。まだ1個しかないね。足りないかな。多分足りるよ。足りる？ちょっと足りないと思う。足りる。セルトができたので瓶に詰めていきます。飛ぶよ、飛んじゃうよ。はい、おいしい。うん、おいしい。あ、息子くんの OK いただきました。多分ベリー系のジャムの中で僕ら3人ともこのヒュットロンが一番好きだと思う。もうそれぐらいうまい、超うまい。ということでヒュットロンシルトの完成です。ちょ何してんの。やめてください、つまみ食いは。ということで翌朝冷ましておいたシルトと食べるパンケーキを作ります。スウェーデンではパンカーカというのですが、どちらかというとクレープに近いぐらい薄いです。作り方簡単なのでぜひ皆さんも作ってみてくださいね。スウェーデンの子供のいる家庭ではみんなよく作るんですけど、うちでもよく作るので、この食器棚の裏に分量をいつも貼ってあるんです。材料はたった5つ。小麦粉 1dl、 塩小さじ1/4、牛乳 3dl に卵が1個、バターは焼くとき用のやつなのでちょっとだけで大丈夫です。直径24センチのフライパンでだいたい6枚分ぐらいかな。ねえリカパパ、食べずに行っちゃったね。パンカッカパルモのとこのお手伝い行くんだって。まずは小麦粉と塩を測って混ぜます。これ入れる？この中入れて、僕、僕やるのね。いいよ、こっちこっちこっち。ああ、はい。うん、そう、それ混ぜて。そして、牛乳。そう、これはまあソヤミルクだけどね。これが、うちは豆乳を使うことが多いんですが、混ぜ方にちょっとコツがいるんです。150だけ入れます。牛乳は初め半分の量だけ入れて粉としっかり混ぜていきます。その理由はというと、こうやって小麦粉いっぱい練るとグルテンっていうのができて、ネバネバしてもちもちとした食感になるんだよ。てか、それデーゲンになるね。そうだね、デーゲン生地になるね。うん、それがさっきがもっといいパンとかになるね。そうだね、うん、そしてお次は卵。上手に割れるかな。そうそうそう、卵のそれで出てた。殻入った？うん、でもそれ僕取る。自分で取れる？うん。お、すごいじゃん。2つ一気に取れたの？うん、すごいじゃん。びっくりしたパパ。そして溶いた卵と残りの牛乳も混ぜていきます。そして強めの中火で温めたフライパンで焼いていきます。生地が結構シャビシャビなので、ホットプレートじゃなくてフライパンで1枚ずつ焼くのをおすすめします。そしてフライパンが温まるのを待ってる時のこと。そして温まったフライパンにバターを入れて溶かして、生地を入れて広げます。2、3分で表面も乾いてくるのでひっくり返します。1枚目はフライパンがまだ馴染んでないせいもあってうまく焼けません。でも2枚目からは焼き目も綺麗についてきます。
でもいっぱい結構さパリパリになって美味しいよね。パリパリしたの僕大好き。そして味見。パリパリの大好きよ、うん、ちょっと今回塩め強めだったけどこれぐらいが好きだわ。そしてこれを半分に畳んでお皿に乗せていきます。そしてどんどん焼いていきます。バターミツパプ入れていい？ No, バッキー。直径24センチのフライパンなんですが、だいたいお玉1杯半ぐらいの生地で均等に広がる感じかな。そして同じ要領でどんどん焼いていって完成です。さあ食べようとしたその時ね、まだね、ご飯ね、パンカカできたって言ったじゃん。じゃあもう先食べるよ。ミツパパ待ちきれない。ミツパパ先に始めようとしますが、はいはい、何？お手紙？ありがとう。じゃあこれ食べてから読むね。どうやらミツパッパにお手紙を書いてくれていたみたい。こういう時ちょっとイライラしてた自分が恥ずかしくなるよね。なんかなんで優しく待てなかったんだろうって。これセルトとグレンで僕だって食べたくない。今年のヒットロンはどうかな。うん、おいしい。やばい、超うまいねこれ。あれ、僕がいない。ちょっとずつつけて、全部一気に食べちゃダメだよ。今日のパンカッカはどうですか？よかった。そしてシュトロンヒルトのお味なんですが、これはね本当に他にない味なんですよ。確かにこうベリーの味なんだけど、こうどこかこう蜂蜜みたいなコクがあって、でも柑橘系のようなこう爽やかさもこう後からひょこっと顔出すみたいな感じ。伝わるかな？伝わんないよね。でもまあ食感はラズベリーみたいにこう種がプチプチ残る感じかな。でもまあラズベリーより種の存在感があるので、こうたまにねちょっと苦手な人もいるんだけど、まあ僕はベリーの中で一番好きです。このお手紙何が書いてあるかな。中に何か書いてあるの？ちょっと待って、これはでもミツパパの名前じゃないの？それは開けてもいいのの種類。あはぁ、開けてもいいよっていう印ね。うん、すごい大きいお口だったな今。あのさ、ピンサイドしてさ、あいてさ、うん、あの僕、大きいお茶し、あいてよ、もっと欲しい、もっと欲しい、はい、僕も。そして食べ終わった2人。あ、そうだね、この手紙開けるの忘れてたんだけど、手紙開けていい？うん、ここ、うん、テープベタベタですごい開けるの大変だった。これ僕がいっぱいテープしてたよ。なにこれ、これ何が書いてあるの？エルマシドイケ。なに、もう一回言って。エルマシね。何それ？それ、秋の。秋のね。ありがとう、嬉しい。とっても素敵。お手紙ありがとう。解読できた方、コメント欄で教えてください。ということで、今日はここ北欧でも貴重なヒュットロン、クラウドベリーとスウェーデンのパンケーキをご紹介しました。ここ北欧スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、この三国をまたがる最北のラップランドと呼ばれるエリアでしか取れない貴重なベリー。先住の民サーミの人たちはビタミン C をはじめ栄養価が豊富なこのベリーを集め冬の食料としてきたほど。
そのお味や香りをお届けできないのが本当に残念ですが、せめてこの動画で雰囲気だけでも楽しんでいただけていたら幸いです。いつかスウェーデンにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひお試しいただきたいと思います。あ、そう、クイズの答え合わせもお忘れなく、このエンディングの後に正解を発表しますよ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。そしていつもコメントもありがとうございます。必ず全て読ませていただいていて、動画制作のパワーの源になっています。ぜひ高評価ボタンとともに感想をお聞かせください。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。それではごきげんよう。ヘイドー。動画でご紹介したこのベリーの和名は何というクイズ。ということで正解はウィキペディア先生に聞いてみましょう。スウェーデン語のヒョットロンのページをまず開いてみます。そして下にスクロールすると日本語ページがありました。ここをクリックすると和名が出てくるはずです。では行きます。はい、和名は北海道岩見沢市のホロムイ地区で発見されたことにちなむとあります。ということで正解は2番ホロムイイチゴでした。皆さん当たりました？当たり方。